それでは第二宇宙、第六宇宙。はい。何なんだ、あいつは。ただ巨大化しただけですよ。見かけ倒しに決まってます。なんちゅうパワーだ。こうなったらオーラたち全員で攻撃するしかねえぞ。言われなくてもそのつもりだ。素早く動いて攪乱し、同時に攻撃を加えましょう。フリーザー、おめえも手貸してくんねえか。私がですか。やれやれ。よっよっやよっ。あ、本気を出させてもらいますよ。ん、そりゃ勝てんぜ。お前はやった。あ、しまった。黙りましょうか。少し黙りましょうか。はっ、なに、とは、はっ、と、と、と、はい、はい、少し黙りましょうか。今すぐ黙らせてやるぞ。死になさい。はっ、と、なに、と、と、はっ、と、はい、と、と、はっ、と、うわ、なに、と、それ、と、はい、と、はっ、重いか。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。あとは頼んだよ。18号さん脱落。第7宇宙は残りあと5人です。18号の分までやるしかねえな。ああ、そのつもりだ。な、行くぞ。己のプライド一つ守れん負け犬が。
全てを捨てずにこれほどまでの力を得るとはな。よくぞトップを倒した。褒めてやる。いいものを見せてやろう。かーっ！ん？燃えてる、燃えてるね。桁外れの木だな。化け物か、あいつは。こんな力隠し持っていたとは。なんというパワーじゃ、ジレンのやつ。あんなのとまともに戦えるのか、悟空たちは。この力、受けてみるか。ふん、お仲間がいなくなっていよいよ本気ってわけか。ベジータ。ふん、笑わせるな。そんな傷だらけのお前では俺には勝てん。舐めやがって。うわっ！吹きだらけだ。うわっ！どっこ？うわっ！うわっ！せっ！せっ！くだらん！まだまだ！切らけだ！が！まだまだ！せっ！だ！が！よっ！もっと強い攻撃してきてもいいんだぞ！恨みっこなしだ！意外にやられた姿が似合うじゃないか。貴様！ガンマバーストパンチ！キー！フリーザ、無事だったか？ここまであなた方にやられて、好きにはさせませんよ。消えろ！ガッ！さあ、ガッ！当たらんぞ。チャラ、隠した。クソ。クソ。クソ。ガンマバーストファーシュ。オラたちの攻撃が破られるなんて。己の力のなさを恨め。悟空、ベジータ。何をしている？おめえだけでも逃げろ。おい孫悟空、ベジータ、クルーザーを諦めてやったんだ。感謝しろよ。まあ少しは休めただろう。誰かのために自分を犠牲にする、これも人間臭くていいな。俺が勝てなくても第七宇宙が勝てばそれでいい。カカロット、あとは頼んだぞ。ベジータ、おめえの思いオラが受け取ったぞ。やはり理解できんな。お前に託して何になる。信頼など何も生まぬ。本当にそう思うか。うわっ、うわっ、どっちだ。突き上げた。はっ、やっ、あら、今のお前
前ではそれが限界か。ベジータ、そしてみんながオーラに託してくれてんだ。ここで負けるわけにはいかねえ。これがオーラの奥の手さ。ジリはケクラと戦った時と同じ。いや、もう一波乱ありそうじゃない。今回がおそらく、いえ、間違いなく正真正銘最後のチャンス。限界突破による肉体への負荷は神の領域により深く踏み込むほど大きくなる。もはや誰からの助けもなく、回復の手段も残されていないこの状況。次にあの瞳の輝きが消える瞬間、それは全ての決着の時。不完全な身勝手の極意など、敗北を遅らせるだけの悪あがきよ。不完全と言ったな。つまり今の強さのその先が存在するということを。それを。次元の攻撃も勢いが増している。まずいね。悟空、急げ。何か手はないのか。お前たち黙って見ていろ。強さの先にあるのか。悟空、またすごくなった。すごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。おいそれ、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれこそが完全なる身勝手の極意。そんなはずはない。俺は負けるはずがない。強さこそ正義、強さこそ絶対だ。勝たなければ意味がない。負けたら全てを失ってしまうことになる。あの時のように。俺は二度とあんな目に遭わぬ。だから、ねえ、手加減はせんぞ。かすさまじい木の嵐じゃ。ジレンの木がさらに膨れ上がっている。じゃあ、なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ、孫悟空。17号やベジータ、それが他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ。そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。一方の言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に、悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないやろうな。そんな悟空がいたから
俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだ。俺がオーラたちの力だ。イレン、何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行け、カカロット、ジレンに勝ってみせろ。お前の動き止まって見える。終わりじゃねえぞ。くそ、限界突破。ついにやったか、あのジレンを。すげえぞ悟空。強さの先にあるもの。悟空、またまたすごくなった。スーパースーパースーパーすごくなった。確かにこれは大変にスーパーなことですね。ウィス、悟空はとうとうたどり着いたんだな。はい。まったく、本当になんてやつだ。あの姿、あの輝き、あれが、あれこそが完全なる身勝手の極意。凄まじい気の嵐じゃ。ジレンの気がさらに膨れ上がっている。おめえの動き止まって見える。そう、おめえの動き止まって見える。なぜだ、なぜ何度やられても立ち上がれるんだ。孫悟空、17号やベジータ、それに他のみんなオーラに託してくれたんだ。その思いにかけてここで一歩も引くわけにはいかねえ。黙れ、そんなものを俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってこと、オラが見してやる。
孫悟空のスピードが上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦っているんじゃない。俺たちの思いも背負っているからだ。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空は互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。戦いながら周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。俺がオーラたちの力だ、ギレン。何が仲間だ、何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなものは簡単に消え去るんだ。行けカカロット、ジレンに勝ってみせろ。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。立つんだジレン。何のために今まで誰も信頼せずに己の強さを磨いてきたんだ。お前がお前の強さを信じられなくても俺は信じている。最後まで。なかったな、あれとも任せっぱなしになっちまってよ。お前動けるのか。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。うん、3人が協力して立ち向かねえと第七宇宙は消えちまうんだぞ。孫悟空再び立つか、俺の前に。くだらん。黙りましょう。お塩も壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。今すぐ黙らせてやるぞ。今すぐ黙らせてやるぞ。やっぱジレンはすげえ。たった一人でそこまで強くなってよ、俺たちが束になってもかなわねえかもしんねえ。私を生き返らせるという約束覚えているでしょうね。フリーザ、覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り俺は約束を守って、それはおめえが一番よく分かってんじゃねえのか。
あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだかな。死んでも治りませんよ。行くぞ。はっ。入れ直さねとは。おめえの叩き方勉強になったぞ。私を投げ飛ばしなさい。わかった。ええりゃ、決めろ。悟空フリーザー、いやー、これが信頼第七宇宙の力。フリーザ。おっと、あなたからの礼なんてよしてください。約束さえ守っていただければ満足ですよ。あ、分かってさ。ジレンさん脱落により第11宇宙消滅でございます。ジレン、戦いが終わったばっかしなのによ、俺はまだまだ戦い足りねえんだ。おめえは嫌がるかもしんねえけど、戦うことで俺たちは一緒に強くなれたんじゃねえかって気がすんだ。また相手。すごいやつだったな。ああ、悟空、また会いに来てくれる？お、もちろんだわ。またな、ゼンちゃん。ジータ、俺たちもっともっと強くなれっぞ。当たり前だ。サイヤ人の強さに限界などあってたまるか。